作品を死守できたことには安堵はしてるんだけどね。もし僕なんかが侵食されたら、あっという間に侵食されるんだろうな。この名作を汚そうとすることは許しません。親しい知人はどんどん他界してしまったというし、孤立した中でずっとプレッシャー受け続けるのはかなりしんどかったはずだよ。トーバラッチ、逃げろ逃げろ。今誇張した表現でお伝えしております。自分が信じたものなら。世界にそっぽ向かれたって。往生際悪く抗おうぜ。